2D メトロイドの完全新作メトロイドドレッドをやっと発表できました。1986年のメトロイドから始まってメトロイド2、スーパーメトロイド、メトロイドフュージョンと続いてきたシリーズの19年ぶりの最新作、そして最新エピソードになります。メトロイドシリーズはサムス・アランという女性バウンティーハンターの活躍を描いたゲームです。タイトルのメトロイドっていうのは生物兵器として軍事利用できる浮遊生命体の名前で、いろんなトラブルのきっかけになってきました。シリーズではそのメトロイドと主人公サムスとの奇妙な関係性を綴ってきましたが、今回はそのストーリーの一区切りとなるエピソードです。シリーズファンには一区切りって何やろうと想像しながらプレイしていただきたいですね。ストーリーは重要ですが、決してファンのためだけのゲームではないです。基本は 2D アクションゲームなので、銀河最強の戦士になりきって暴れてもらえれば誰でも楽しんでもらえるはずです。これが初めてのメトロイドという人でも、ゲームのプロローグを見てもらえればストーリーがわからないということにはならないでしょう。むしろ今作が初メトロイドという人だからこその楽しみ方もあるんじゃないでしょうかね。タイトルになっているドレッドの意味は恐怖です。無敵のサムス・アランを襲う絶望的な恐怖を表すタイトルです。行ったこともない惑星で一人で行動するサムスに忍び寄る圧倒的な存在というように、今までとは一味違う要素が追加されたメトロイドです。実はメトロイドドレッドのアイデアは15年ほど前に思いついたんですよ。ただ当時の技術ではコンセプトをうまく表現できないなと思って、残念ながら諦めました。その後も再チャレンジのチャンスはあったんですが、イメージ通りのゲームにまとめられそうにないなと思ってまた諦めることになりました。正直この企画を諦めることになるかなと思ってたんですが、 3DS のサムス・リターンズを共同開発したマーキュリースティームエンターテインメントがすごく優秀なチームだったんです。技術力は高いしセンスもいいし、なんといってもメトロイドというゲームの理解が半端なかったんですね。この最高のパートナーと組んだらメトロイドドレッドは必ず完成すると確信しました。そして15年前に思い描いた以上のメトロイドドレッドがこうやって完成しました。今回登場するエミーを一言で言うとめっちゃ恐ろしい敵ですね。実は銀河連邦所有の調査ロボットなんです。特定のゾーン内をうろついてサムスが立てる物音を感知して近づいてきます。視覚センサーで見られてしまうと捕まえるために高速で追いかけてきます。サムスの通常の武器は一切効きません。しかも捕まるとほぼ即死、これは厳しいですね。サムスはそんな恐怖と戦いながらミッションを遂行しなければならないんですね。今回のサムスは一段と大変ですね。サムスにとってものすごく不利な状況なんですが、検知範囲内であっても音を立てなければエミーは気づきません。物陰に隠れて見られないようにもできます。そして対抗手段の代表格がサムスがエミーから見えなくなるファントムクロークという光学迷彩アビリティです。これの使い方がゲームの進行を大きく作用します。歯が立たない敵に見つからないように行動するエミーのゲームパートはメトロイド体験への強烈なスパイスになっていると思います。ここまで新要素を中心に話してきましたので、全体のゲームデザインが変わっちゃったんじゃないかなと思われたかもしれません。でもそこはご安心ください。従来通りのゲーム性に磨きをかけて、アクションや探索要素の強化や工夫はバッチリです。サムス・リターンズのアクションを洗練させて、フリーエイムやメレーカウンターなどを扱いやすくしました。基本アクションとしてスライディングっていうのを追加するなど、アクション面はかなりの充実ぶりですので、ゲーム体験はより快適になっています。当然メトロイドを遊んだことのない方もいらっしゃると思いますので、最後にメトロイドの探索要素について簡単に触れておきますね。メトロイドは探索型のアクションゲームです。
パワーアップアビリティを取得するとサムスのアクションがどんどん増える。それらのアクションでサムスの行動範囲が広がっていくという仕組みです。これまでになかったパワーアップアビリティも当然追加しています。特定の壁や天井に捕まって移動できるスパイダーマグネットなどはその一例です。他にもいろいろありますのでお楽しみに。いろいろなアビリティを使う自由度の高い探索は今まで以上だと思います。よりダイナミックになった快適なアクションによる自由な探索と、自分が追われる身となって行動する恐怖という2種類の刺激が融合したメトロイドドレッドは、シリーズ経験のあるなしに関わらず楽しんでいただけます。新しいデザインのメトロイドをもう少しお待ちください。